はい、それではですね、本日、ガイダンスということで、1年コースと2年コースの比較ということで、お話しさせていただきます。担当いたしますのは、ディレクセニ講師で弁護士の田中と申します。よろしくお願いいたします。本日ですね、来年度開講の講座ということで、1年コース2年コースというのの違いというのを、ね、ご説明していくということになりますが、まずはですね、これから学習を始める方であったりとか、司法試験予備試験というものの、最近どういうふうな傾向があるのかということも含めて、まずは一番最初、試験概要ですね、試験制度の概要と、それから具体的な学習プランみたいなものについて、アドバイスというか、ポイントを説明した後で、具体的に2年コースと1年コース、特に私のクラスですと、1年専用コースという形で1年間で予備試験を合格を目指すというコース、それから2年コースという形で2年間じっくり時間をかけて、確実にというかね、着実に力をつけて合格していくコースで2つありますので、その2つのコースがどういうふうに違っているのかということですね、について、あとはその、クラスの特徴みたいなものも合わせて説明していくということにさせていただきます。でまずはですね、お手元にですね、パンフレットがあればという形ですけれども、通学の方についてはパンフレットの方が、ご記帳にあると思いますけれども、基本写しながら進めていきますので、まずですね、こちらの、司法試験の、この全体のパンフレットということになりますが、まず試験概要については、まず最初に説明を、していきます。もしかしたら知ってるよという方もいらっしゃるかもしれませんけれども、前提として、こういうふうな試験制度ですよということを共有しておこうかなと思っております。まずですね、大きく分けると試験制度については、司法試験が最終的なゴールになるんですね。司法試験が最終的には放送になるための試験で、司法試験に合格してから、司法修習を経て裁判官、弁護士、検察官になっていくというルートになります。でこの司法試験に受けるためには受験資格が必要なわけですね。誰でも司法試験を受けられるわけではなくて、受験資格を得た上で、試験を受けていくと。でこのじゃあ受験資格というのはどうやって得られるんですかというのが大きく分けて2つのルートになるんですね。予備試験ルートというものと、法科大学院ルートということになります。大体司法試験の場合、この予備試験ルートというのが現状非常に多いと、されていまして、基本的には受験資格がないということですね。基本的に受験資格はなくて、何回でも、受けることができると、いうことですね。でこの予備試験に合格をして、司法試験に、入っていくというルートと、あとはもう一つが法科大学院ルートということになります。法科大学院ルートというのは、これは大体あれですね、専門職大学院ということで、大学を卒業した後の方ですね。これは入学の年齢とかは問わないわけですけれども、法律の知識がある方は既修者コースということで2年間、法律の知識が、初めて法律を学習する方は3年間使って、学習をして、その法科大学院を修了することによって、実際に入っていくということになります。でどちらもあるんですけれども、基本的にはこの法科大学院ルートという、ものも、もちろんありますが、今受験の中ではやっぱり予備試験ルートを、使っている方が非常に多いです。一番大きな理由というのは、学習期間というものが非常に短くて済むということですね。法科大学院ルートですと、4年制大学を卒業した後に、法科大学院だったら、2年ないし3年間の学習期間が必要になる、ことになります。で特に社会人の方ということになると、実際フルタイムに近い形で、2年から3年の間、学習をしなきゃいけませんということですね。で大学生の方でも、実際に4年制大学を、今ね、放送コースという形で、トータル5年間で、受験資格を得られるという制度はあるんですけれども、この放送コースという、コースを取らなかった場合には、4年制大学を卒業した後に法科大学院を2年ないし3年行くと、いうことになりますので、大体そうですね、学習期間自体は、かなりの期間を経ると。でそのが予備試験の場合には受かっちゃえばそれで済むってことになるので、1年ないし2年で合格していくという方が、1年は結構早いとは思いますけど、平均的に2年程度の、学習期間で、司法試験までいけるということなので、社会人の方だと働きながらですね、働きながらの、学習、大学生の方だと在学中ですね、在学中に予備試験合格してそのままストレートに司法試験に、臨んでいくということが、現実的に可能な試験ということになります。で実際に法科大学院ルートと予備試験ルートって、これ実は二律背反的なもんじゃなくて、結構今多いのは法科大学院のを目指しているような方ですね、目指すような学生さんとかも、とりあえず予備試験を本格的に目指していって、で在学中に、大学の在学中に予備試験が通らなかった場合に法科大学院を、併願で受けていくなんていうケースも比較的多くて、予備試験を避けるっていう意味はあんまりないのかなと。いうところです。でなぜ避ける意味がないかっていうと、短期で受かるっていうこと、もちろんそれは一つなんですが、全然合格率が違うんですよ。
少し、ページでいうと18ページ19ページ、に、このような形で予備試験とはどういうものかという説明が一応載ってるんですけれどもね、すごくざっくり言うとですね、3個の試験クリアするということになります。担当論文口述という形で、まず担当式試験というのはこれはマークシートの試験で、まあ、大体、まあ、例年ですと1万人前後が、まあ、受けていきます。で1万人前後が受けていって、その中からまあ2000人から2500人、大体合格率が 25% ぐらいの試験があります。でこちらはまあ担当式試験、まあ、マークシートの試験で、法律科目7科目ですね、法律科目7科目を受けて、でその7科目の点数で、まあ、上あの基準の点数を超えれば合格するという試験で、まあ、この後説明しますけど、どちらかというと難しい問題が出るというよりは幅広いところを広く浅く聞くような試験です。だからまあ今はもうなくなっちゃいますけど、大学入試とかでいうとセンター試験とか呼ばれるやつに近いもので、広く浅く、まあしっかり点数基本的知識が取れているかどうかという、試験です。でその後論文式試験で、担当式受かった人が、まあ、今年実施時期は延期されましたけど、来年は7月ってまた戻りましたが、まあ、大体この2500人の中から、まあ、大体 20%、まあ、500人ぐらいが合格する試験だから、合格率でいうと、まあ、担当式がまあ 25% 前後、論文式が 20% 前後、の試験です。でこの論文式試験というのは、法律科目、先ほどの7科目ですね、憲法、民法、刑法、商法、それから行政法、刑事訴訟法、民事訴訟法、刑事実務基礎、民事実務基礎、そしてプラス、一般教養科目ということになります。でこれは今年から目指していく2年コースの方は、選択科目というのに変わっていきます。まあ、選択科目に変わりますけれども、論文は法律科目10科目の論文です。まあ、1科目平均すると70分前後事例問題を解くというね、まあ、まさに法律の文章を書いていくみたいなものがあって、これが大体 20% で、最後口述試験はこれはあまり気にしなくていいです。合格率は極めて高い試験で、 90% は確実に超えていきます。だからまあ実際にしっかり論文式試験に合格できる力があれば、通常の対策で合格できるという試験です。こちらは法科大学院の失礼しました、予備試験の司法予備試験のその考査委員の人が、まあ、2人がいて、まあ、法律のことを聞かれて、でその具体的な、まあ、民事や刑事の法律のことを聞かれて、それについて口頭で答えるというね、口頭諮問みたいな、だから面接とは違うわけです。あくまでも、学問的な内容、実務的な内容を聞くという、そういう試験を経て、最終的に合格していくという流れになります。ですから、まあ、予備試験の特徴としては、まあ、3段階で聞かれるということと、トータルの合格率は高いんですよ。あ、低いんです。ごめんなさい。トータルではやっぱり1万人の中から500人前後ということになりますから、まあ、大体 5% を切ってくるような合格率ということになります。で、まあ、実際 5% を切るような合格率ではあるんだけれども、その代わりこういう特徴があるんですよ。受かっちまえば司法試験にはまあ結構ワッといけてしまうということだね。まあ、実際に予備試験ルートの注目データということで一応ね、書かれてますが、これは2019年の合格率ですけれども、まあ、予備試験の合格率は 4% っていうことですから、まあ、全体からすれば低い合格率のように見えますが、受かってしまった場合、その後の司法試験は、まあ、20代29歳以下ですね、に限定してますけれども 96%、まあ、年代を追うごとにちょっと合格率が下がるというのはあるんですけれども、少なくとも、まあ、一番合格者の母集団であるところの30代20代30代40代ぐらいまでのところですかね、20代30代 40代ぐらいのところならトータルで9割を超えて合格できるということになりますから、まあ、予備試験さえ合格できる力があれば、まあ、司法試験はもう安心して、通常の対策で足りるということになるわけです。でこれとじゃあ法科大学院を比べてみるんですね。で法科大学院も確かに合格率は高い、ところはあるんですけれども、トータルの合格率はここに、まあ、ドカンと 66.8%、 これは要するに法科大学院を修了して、司法試験に合格するというね、一発で合格するというねルートなんですけれども、あ、結構いるじゃないかと、思うかもしれませんが、まあ、これはね、レックの教材ですから、教材というかパンフレットですから、まあ、よくよく読んでみるとですね、貴州社のコース上位5科目なんですよ。つまり貴州社というのは法律の勉強を4年間行ってきていると、法律の勉強を4年間行って、かつその後2年間、専門教育を行った場合ということですね。だからトータル6年間ですかね、法律の勉強しているような人になります。でしかもここに書かれているのは、まあ、東大京大一橋早稲田慶応と慶応早稲田と、まあ、合格率の高いところの上位5科目 5個の学校のトータルが 66.8% ということになるわけですね。とするとですね、実際にじゃあ全国の法科大学院の中でってみると、こっちにちょこっとあるんですよ。
奇襲者として、合格率は全体の 40% になります。つまり、まあ、法学部を通常出たということを想定して、法科大学に入ってくるような方で2年間学習して大体一発で受かるのが 40% で、結構こっちの方が衝撃で、じゃあ非法学部の方が、3年間で司法科大学に出ました、一発で受かるのどんくらいかというと 15% なんですよね。つまり7人に1人かな、6人から7人に1人の割合でしか、まあ、合格をしていないということになります。でこれはやっぱり法科大学院ってやっぱ修了しただけでは、司法試験の合格はやっぱり難しいという、まあ、ことの証左で、まあ、現にですね、東大とか、まあ、京大でも 70% 台ですね。で早稲田慶応ではまあ 50% 台ということになります。奇襲者でやってもね。そうするとやっぱり予備試験で合格している層と法科大学院、もちろんこれ法科大学院でしっかりと勉強してそれで上位法科大学院を目指すというルートもあります。で基本的には私もこの、2年コースなんかでは、まあ、法科大学院をやられている方が結構多いので、法科大学院に行くんだったらもうとにかく上位の東大、京大、一橋、慶応、早稲田、まあ、このあたりのところを目指して、その中の中でしっかり勉強していって確実にこの 66% に入っていきましょうと、まあ、いうようなことは伝えていますが、それでもやっぱり予備試験を受けるっていうことは進めてます。予備試験をもう要するに、法科大学院の入学を待たずして予備試験に合格する力があるんだったらそれで放送になってしまえばいいしね。でもし法科大学に入っても法科大学院在学中に、予備試験に受かるだけの力がないと司法試験では戦えないっていうね、まあ、そういうところがあるわけです。でちょっと話のちょっと戻っちゃいますけれども、まあ、このように予備と、法科大学院両方ありますけれども、まあ、それぞれ一長一短がありまして、まあ、法科大学院はメリットっていうのは確実な受験資格を得られるんですよ。まあ、こちらでもレジュメにもちょっと書きましたけれど、映ってると思いますけど、放送への2つのルートってやつでね、法科大学院ルート自体はメリットとしては確実に、受験資格が得られます。でその一方で、法律ゼロからの学習も可能です、3年間で。ただ、修了まで 2,3 年かかります。それから経済的負担としてはやっぱり相対的に大きくなりますね。実際に社会人の場合は特に仕事を犠牲にすることになりますから、あまり仕事を辞めるとか休職をするということを前提とした、学習になるのでちょっと現実的ではないということですね。であとは先ほど言ったように合格率もあまり予備試験に比べれば高くないというところです。ですので、まあ、予備試験の場合メリットとしては、まあ、何回でもいつでも受けられるということですね。そして、まあ、経済的メリットというのは確かにかからないわけじゃないです。完全独学ってやっぱ難しいので、少なくとも予備校を使って目指していくっていうのが結果的には短期間で合格しますから、あるけども、それでも予想予定的には少ない。であとは仕事との両立して合格する方も多いというメリットがあるんだけれども、ただデメリットもちゃんとここは説明しておきたくて、合格率の低さです。最初に先ほど 4% っていうふうに言っている通り、全体の合格率だと25人に1人っていうことですよね。昨年度でいうと、で、まあ、この傾向は変わらないと思います。なぜかというと予備試験の受験者の層ってどんどん増えているので、そうすると、まあ、どんどん予備試験自体の受験者層が増える一方で、まあ、合格者が同じような割合で増えていってもやっぱりパーセンテージ変わらないので、まあ、やっぱり 5% を切るようなところは変わらないだろうと。であとはやっぱり初学者が独学でやるっていうのがやっぱり現実的ではないっていうことにはなります。なのでこのデメリットをなんとか潰していければ、まあ、予備試験ルートでの合格、特に短期合格というのも見えてくるんだろうというところになります。なので最初に予備試験 そのメリットっていうところは説明したんだ、デメリットは説明したんですが、じゃあこの合格率の 4% っていうのが一体どういうものなのかっていうのをちょい簡単に説明します。まずこの 4% っていう試験がなぜこれこんなに低い合格率なのかっていうと、誰でも受けられる試験なんですね。誰でも受けられる試験なんです。だから、実際に、まあ、本気で合格を目指しているかどうかちょっと怪しいかなっていう、まあ、いわゆる記念受験の層と、あともう一つは記念受験層と、あともう一つは勉強のやり方が間違っちゃってるケースですね。この試験ってやっぱり法律の勉強、特に司法試験、予備試験になるとものすごい科目数が多いんですよね。科目数が多くて範囲も膨大だから、やるべきことがどこをやらなきゃいけないかというのが絞れてないと、まあ、どんどん拡散してしまって、最終的には勉強方法がガーッと迷ってしまうっていう、まあ、そういう傾向があるので、その辺りの人たちが大体ある程度一定程度含まれている。じゃあどのくらいいるかって話ですね。ちょっと簡単に戻って説明していきますけれども、まあ、で私が一応ね言えるかなと思っているのが、先ほど単等式試験の合格率が、まあ、大体、1万人受けて2500人といったと思うんですね。で一つの目安がこの2500人が予備試験のきちんとした受験者層だと思っていただければと思います。残った7500人についてはもちろんすごい努力して力及ばないという方ももちろんいるんだけれども、まあ、間違いなく言えることは、この単等式試験で客観的な問題として、まあ、私とかはまあ毎年毎年問題見てるわけですけれども、難易度は、ね、高くはないです。
おそらくはそれぞれの問題自体は、実際に標準的な対策ができていれば、まあ、解ける問題で、具体的に言うとですね、担当の問題というのは過去問を制するものは担当制すと言われるぐらいで、これまでに出題されてきた、まあ、予備試験というのは平成23年から始まって、まあ、10年ですね。でそれから予備試験と並行して司法試験というのも担当式があるんですよ。でそれが平成18年から、まあ、約15年ぐらいですか。とすると、司法試験の約15年間、予備試験の約10年間で大体25年分の過去問というのがあるんです。でこの25年分の過去問というのは司法試験予備試験共通の問題が出ることもあるんだけれども、その全ての問題で出たことがない問題っていうのがじゃあどのぐらいあるかっていうことなんですね。で実際毎年毎年この辺は私どもチェックしてるんだけれども、まあ、令和2年今年の担当式試験の問題でこれまでの過去問から1回も言及がないものですね、まあ、逆の言い方をすると何らかの形で聞かれたことがあるものだ、まあ、全く同じ聞き方をすることはないですよ。文末が変えられたりとか、結論ではなくて理由を聞いたりとかっていうのはあるけれども、基本的に聞かれたことのある内容、つまり過去問をしっかり対策していれば、その新規の問題で解けただろうっていう問題が大体どのぐらいあったかというと、まあ、一般教養を除きますけれども法律科目は全体の 80% です。 83% です。まあ、見方にもよりますけれどもね、どこまでこれを厳格に取るかにもよりますけれども、少なくとも、まあ、私が見た感じでは 80% から 85% の問題は、過去問をしっかりやり込んでれば確実に得点できる問題で、残り 15% はどういう問題かっていうと全く初見なんだけど考えれば分かる問題、考えれば分かる問題、または全くみんな解けない問題という形、つまり差がつかない問題ですね。考えれば分かる問題や差がつかない問題というのが残りの 15%。 だから 85% というのは基本的には何らかの形で正答まで過去問の知識でいけるかなという問題になっています。でそうするとじゃあ合格ラインどのぐらいかということなんですよ。合格ラインは毎年 60% なんですよ、得点率。ということは過去問の対策でちょっと低く見積もっても8割は確保できるような試験で、6割が合格ラインなんですよ。でその試験が実際になされて客観的に合格しているのが2500人 25% っていうことは、やはり対策の仕方とか、もしくはその勉強に向かっていくっていう意味ではこの記念受験者層っていうのがとりあえずは、まあ、2500人を、まあ2500人からその届かなかった人がそのレベルにいると。とすると実際予備試験の本格的なラインっていうのはここにいます。まず5倍になります。でしっかりだから担当の対策は今日言いますけれども、しっかりとやらなきゃいけないわけだけれども、担当がしっかりやれてる人の中の 5人に1人ってことになる。でただじゃあこの中で5人に1人って言うけれども、じゃあ合格率5倍かって言ったらそれでもそうでもないんですよ。実際担当を受かった人の中で担当が受かっていっぱいいっぱいだった人っていうのも結構いるわけです。範囲がすごい広いわけですね。でしかも論文式っていうのは担当受からないとやらないわけですよね、実施ができない。そうするとまず担当の勉強から入ってその後論文に移るっていう勉強の仕方をしている方が結構多いんだけれども、この勉強の仕方をしていると担当は受かったはいいけれども論文が力が入ってない、だから論文で全く勝負にならないっていう方が一定数いらっしゃいます。でこれなんか特にこれから説明するけど2年コースを受講される方とかの1年目で多いケースなんですよね。担当レベルはしっかり固めて1年間で固めて、まあ、2年目で論文対策がっちりやりましょうという形になると、まあ、1年目で担当を受かっても、まあ、2年目の論文というのは、まあ、どうしても力が及ばないというケースですね。でもしくはもともと担当対策しかやってなかった、で論文までうまく回ってないってなると、だって2ヶ月ですからね、合格発表があってから、まあ、試験があってから2ヶ月で論文固まるわけないので、その担当の前の段階でもう論文がしっかり固まっているっていう人が大体勝負どころになります。それが大体目安としてはですね、この2500人のうち、まあ、本当にこれ体感ですよ、体感だけど1500人ぐらいです。大体1500人ぐらいが論文式試験のある程度過去問とか対策を回した上で担当を受かっている方っていうイメージすると、実質倍率としては約3倍前後の試験なのかなというのが体感的ですね。今まで私の方で見ている、まあ、受講生の方であったりとか、まあ、私も実際に予備試験受験してますので、まあ、そういうところを見ていても実質合格率自体は大体 30% 3倍ぐらいなのかなという気はしています。でじゃあそれをちょっとまあ触れとくと、だから必ずしも難しい試験ではないってことです。でじゃあ必ずしも難しい試験ではないといっても、じゃあどういうふうに勉強していかなきゃいけないかっていうのがやっぱりすごく重要になってくると思うんですね。でその際にまあ今日できれば意識をしてほしいなっていうところがあるのが、まず必ず合格年度を決めるっていう勉強です。この予備試験のポイントというのは、
まあ、司法試験ってやっぱりね、雲をつかむ話っていうふうに思われている方も結構、ね、学習者の方に多くてですね、できる限りその現実的に今やってる勉強を引きつけていただきたいんですよ。要はいずれなんか弁護士になるとか、いずれ裁判官検察官になるっていうのはなんかすごいあるんだけども、じゃあどっから手をつけていいかわからないってあるわけですよ。だからまず身近なところでいつ司法試験受かるかってことを決めていくんですね。でいつ司法試験に受かるかってことを考えたら、いつ予備試験に合格するかっていう合格年度を決めていく。で大体の場合は、今から始める場合には1年で合格するということであれば2022年ですかね、2022年の目標になるのか、それから2年で合格を目指すなら2023年の合格目標になるのか、でこれについては明確に決めてしまった方がいいです。明確に決めておかないと、その決めたことによって今度は具体的な学習計画が立ちます。つまり2年後に合格しようと思った場合には、通常まあインプットアウトプットって分かれるわけですね。論文を書いたり担当の問題解いたりっていうような、そういうふうな、まあ実際に問題演習をする時期と、まあ知識をしっかりとインプットしていく時期っていうのは分けていくと、まあ2年で考えるなら1年でインプット、1年でアウトプットって考えればね、そうすると1年間で法律7科目やらなきゃいけないっていうことに行き着くわけですよ。でじゃあ1年間で法律7科目やりましょう。でそしたら12ヶ月で、まあ、民法って科目がちょっと大きいので8科目として見ると、1ヶ月半でだいたい1つの科目を終わらせないと1年でインプット終わらないんです。そうすると例えば何かのテキストですね、テキストとか、まあ、問題集とかを見たときに、まあ、具体的になんか何百ページの本があった、そしたら1ヶ月半でこれを仕上げなきゃいけないっていうふうになってくれば、その中で、1週間あたりこのぐらいっていう感じになりますよね。1週間あたり何ページで、場合によっては1日あたりまで絞る人もいますが、まあ、毎日絞るの大変であれば1週間でこのページからこのページまでやらないと、この科目が1ヶ月半で終わらない、1ヶ月半で終わらなければインプット1年で終わらない、終わらなければ2年後に予備試験受からないっていう、まあ、現実になるわけですよね。でこのようになるべく目標の後ろをね、周期をフィックスさせてしまうっていうことが、まあ、予備試験においては非常に重要ということです。どうしてもいつでも受けられる試験だから、まあ、受かればいいかなと思ってやってると、なかなかね、目標が立たないんです。であとはこれからまた説明しますけれども、どうしても予備試験って裾野がすごい広い試験になってきました。ですからモチベーションの維持もやっぱり大変なんですよね。まあ、周りで予備試験目指している人とかたくさんいるっていう環境だったらいいけれども、まあ、例えば社会人の方であったりとか非法学部の学生さんとかだと、まあ、あまり予備試験の勉強する機会が少ない、周りでやってる人がいないってなると、なかなかモチベーションが続かない。で仮に周りにやってる人がいたとしても、先ほど言った通り記念受験層というのは一定数います。ですから本気で目指している層がどれぐらいいるのかっていう観点からすると、なかなか難しい部分も出てくる。なのでできる限り目標年度を決めて、その中でもモチベーションを維持するというのが、もう予備試験の中で一番大切になってきます。で、まあ、実際ですね、この1ページのところにもちょっと触れましたが、まあ、やっぱりあれですね、もう積極的に予備試験ルートを目指すべきだということですね。でその上で一応予備試験の概要の担当論文というところは先ほど話したところで、まあ、この2ページのところにね、この短期合格組にならないために、記念受験組にならないためにってありますけれども、まあ、とにかく具体的な目標設定をかけていくことです。まあ、例えば2年後予備試験合格、翌年司法試験合格、まあ、1年合格専用ということであれば1年後に合格ということになります。でそれによって具体的スケジュールを立てていって、まあ、本気で免許を目指していくという、まあ、そういう形が、必要になってくるかなというところです。で特にその中で、まあ、少しこの辺からコースの説明も含めて説明していきますが、じゃあ短期合格するための本当に鍵は何なのかっていうと、まあ、一番大きいのはやっぱりモチベーションを適切に維持することということになります。でこれは私が今コースの説明会も含めてやっていますが、まあ、例えば予備校の利用っていうのは、まあ、一番強いのはそこなんですよね。実際に、まあ、定期的に期間を決めて、まあ、通学でとかだったりで Zoom で、例えば通われてるっていう方であれば、まあ、決まった時間に決まった、講義が提供されていて、でその決まった講義をやって次の時までにこれをやらなきゃいけない、でそれでその次までにこの復習をしなきゃっていう形で具体的な毎回ペースメーカーがなっている。であとは周りで受けてる方がいます。周りで同じように予備試験の同じ合格目標年度の方が受けている中で、周りの進捗状況とかも確認しながら確実に正しい方向で進んでるっていうことが分かるっていう点ですね。それがモチベーション維持という観点で、それとあとはですね、まあ、これはまあ、私のクラスの特徴にはなるんですが、とにかく絞り込むことですね。
絞り込んでいくっていうのは何かというと、全部やったら間に合わない試験なんですね。もう法律の勉強というのは本当にもうなんか言い出せばキリがなくて、もう何年かかっても終わらないんですよね。ですから予備試験もしくは南海法科大学院試験、まあ、目標とする試験に必要とされるような知識というものをその使える形でまずインプットする。でいかにそこを絞り込んでインプットするか。でそこはでも絞り込んだからには完璧にするってことですね。だから広く浅くの勉強ではなくて、もう試験で出るところを深く使う。そして問題が解けるようにするってことです。この後もまあ説明に入るんだけれども、その規模はやっぱり論文式なんですね。あの論文さえ受かるっていう力をまず最初につけておかないと、担当受かったと太刀打ちできないので、例えば1年合格コースであればもう1年間徹底的に論文なんです。あの担当の対策以外は、担当直前期以外はもう論文をまず受かる力までいく。で2年コースの方も2年目に論文中心でやりますけれども、1年目のインプットの段階からもう論文を書く。で実際にもう予備試験のレベルに近い論文を実際に書いていって、それで、まあ、実際には、まあ、この後話しますけれども、私の方で添削指導や私の方であのゼミという双方向の、ね論文講義やりますので、まあ、そういう中で、まあ、1年目のインプットの段階でもう絞り込んだ知識を論文で使えるようにするっていうことになると思います。でこの絞り込みっていう作業がどうしても自分ではできない、もう仮にやるとしたら結構膨大な時間がかかりますから、まあ、そのあたりのところはなるべく、こちらの方でやっていくっていうのがやっぱりその予備校の一つのメリットなのかなと思います。で一応ざっくりと言うと、そのようなのが、まあ、その予備試験の制度というもののポイントにはなってきますが、で一応私のクラスということで、ね、ちょっと説明させていただくと、とにかくコンセプトとしてはまず2年コースと1年コースという2つのコースがあります。で、2年コースに関してはとにかく徹底的に1年間で基礎を叩くと、その基礎を叩き込むというのは論文で使えるような知識に特化した形で1年間集中して学習をする。でその時にモチベーションをしっかりと、維持していくというのがあのやっぱり一番大きな、主眼ということになります。一応このリーフですとね、2年合格コースっていうね、このリーフの方ですね、なんか笑ってますけどね、なんか2年合格コースっていうね、パンフレットあると思うんですが、まあ、ざっくり言うとね、特徴は1年と2年の違いは、2年コースの場合、まあ、これ1年のにも共通しているのは、あの私のクラスの場合全ての講座が私が生講義を担当します。ですから通常あの7科目やりますよっていうのがまあよく言われるけれども、その1年目の講座である入門講座ですね、1年目の入門講座と、あとは2年目のこれはあの合格答案作成講座とか入れあのいろいろ法律実務基礎とか担当合格講座ってありますけど、要はアウトプットのために必要な論文の講座ですね。こちらの方も基本的にというかね、あの全て私の方が、まあ、Zoom の方は Zoom での、いわゆるライブ配信ライブですね、 Zoom でのライブ講義、それから、まあ、通学で来ていただける方については通学の講義っていう形で、基本的には投資で、全科目を行います。でやってみるとこれがね、あの一つのまあメリットっていうことで、あの科目と科目の間にまず乖離がないんだよね。あの他の科目とかだと、あの先生が変わってきちゃうとどうしても、まあ、自分の教えてる科目の方が重要じゃんってことになってしまって、憲法の先生は、これをやりなさい、刑法の先生はこれをやりなさいっていうことで、まあ、やることが多くなっちゃって結局学習する側はどうすりゃいいんだってなっちゃうんだけど、まあ、一人でやっていると科目間のバランスみたいなのもありますから、そうすると、まあ、入門講座の中で憲法のここはまだ後でもいいよとかね、まあちょっと民法のここは重点的にやった方がいいんじゃないかっていう形で、まあ、7科目総合的なところから見て取れると、まあ、いうことですね。でそれがだからあの講座の中で7科目の意味合いなんだけど、それプラスで、アウトプットとインプットも同じ先生がやると、同じ講師がやるということも非常に重要な意味があって、要は入門講座で全てやらなくてもいいんです、極端な話。入門講座で例えば担当でしか出ないような細かい知識、もしくは、本当はこれ論文のところでやった方がいいんじゃないかと、まあ、あと、まあ、言ってみれば2年目講座で集中的にやった方がいいんじゃないかと、むしろこの入門講座の中ではこの部分を徹底的に絞った方がいいんじゃないかっていう場合には、あのこのインプットとアウトプットの先生が異なってるとそれができないんですよ。どうしてかっていうと、インプットでやらなかったらアウトプットでやるかどうかの保証がないのでですよね。なのでとりあえず薄くでもなんとなくやらなきゃいけないということで、その意味では広く浅くの学習になっちゃうけれども、まあ、私の講座の場合には結構特徴的なのは、あの担当で聞かれることとか後々になってやれば分かることっていうのはとりあえずもうがっつりと絞ります。で絞った上で、まあ、論文対策として必要なものを、まあ、メリハリつけて深くやるっていう感じ。だからその部分については完璧に解いていくと。でそれはなぜかっていうと、後ろの方でこっちの講座も私がやるのでこっちの講座でやるっていうふうに全体の中でインプット事項を割り振ってるんですよね。
ということができますので、その意味ではやっぱり有効性は高いかなというふうに思っています。であとは1年目ということになりますが、1年目の講座というのはこのインプットだけだとどうしても論文を書くということに対してアレルギーというかね、どうやって書いてかわからんということもありますので、基本的には各科目後ですね、民法が終わったら民法、商法が終わったら商法みたいに、各科目が終わったタイミングで、論文基礎力養成答練ということで実際に答案を書いてもらいます。で実際にまあ時間を計って答案を自分なりに書いてみる。で、まあ、今までこれは論文基礎力養成答練といって、まあ、通常のまあ予備校さんでもあったりするんですが、これの違いは何かというと、まあ、回数はそこそこあります。まあ、例えば民法であれば、確か6回とかですかね、6回7回って形で各科目そういう形で回数ごとに問題を書いていくっていう機会があるんですが、だから書いてじゃあ丸つけて帰ってくるんじゃ自分のやってることが正しいかわからないというのもありますから、あの論文基礎力養成ゼミという形で、双方向指導を行います。大体今年の運用もそうなんですけど、まあ、Zoom での参加される方も多い、まあ、この Zoom って書いてあるやつ全て Zoom も参加できるという形になりますが、基本的にはその論文で書いたものについて、まあ、どういうふうに考えたかとかね、あとはこの部分ってどういうふうに判例は考えてますかとかね、そういうふうな具体的なことを、まあ、いわゆるやり取りですよね、双方向の指導を使って実際に論文をやっていく、論文の解説とそれから関連問題の演習をしていくというのがこの論文基礎力養成ゼミです。でこちら基本双方向で発問応答という形は取るんだけれども、あの例えば Zoom で入られている方でとりあえずあの聞いて、とりあえず自分がどのぐらいなのかを聞いていたいなっていうことは聴講という形でもできることになっています、今年はね。なので聴講っていう形であれば、まあ、なんか当てられるってこともないと。でちなみに Zoom の場合でも遠隔ですから、あのその質問応答っていうのをね、希望される方はあの教室のスピーカーですね、教室のスピーカーとマイクを通じて、教室とつながっている形で、双方向の指導を行います。であとは基本答案については私の方で、それについては添削指導を行うということになっています。2年コースでもね、2年コースの場合には基本的に添削指導をつけていくという、形です。大体、まあ、こういう形で、まあ、ペンで赤入れをする形のものを返していって、で必要に応じてコメントをしていくということになります。はい、で2年コースということになるので、まあ、ポイントをもうちょい触れておくとですね、とにかく講座は土日祝のみにしてます。あの1年コースはあの平日も土日もあります、平日も土日も入ってきますが、入門講座は2年コースの場合には特に、まあ、例年多いのが社会人の方とかである程度平日に隙間時間がなかったり、もしくは学生の方で、少し平日やることがあったりで、特に今ちょうど世の中のご時世で、まああのね、コロナの影響とかでなかなか複数回通うのがきついなと、できればまあ集中して Zoom とかで見たいなって方も多くいらっしゃいますので、まあ、土曜日曜祝日などで、全ても特化するという形で入門は動いています。ですから大体入門講座、まあ、こちらにスケジューリングがありますけれども、まあ、大体入門講座日曜と土曜日です。日曜と土曜日に集約していて、で論基礎討論や論基礎ゼミも土日に全部固めているということになります。ですからまあ土曜日曜日に講座を受けていただいて、で平日使ってしっかり復習すると、そういう感じですね。土日にもうとにかく講座で聞いて分かんないことも解消、まあ、私の方がいますので、直接質問していただく、で Zoom の方も質問できますので、まあ、質問していただいて、それでまあ、平日をまあ実際自分の時間を使っていくという形になっていきます。でちなみにですけれども、あの質問という話だと、あの講座の前後とかね、私あの1年も2年も担当してますので、あの渋谷駅前本校の方に基本的にはまあ講義のある時間はほとんどいますので、まあ、大体前後にね、あのわざわざなんかあの時間決めて質問しなくても、講座の終わった後とか講座の前とかに聞いていただければ、もうあの講義の質問とかね、そういったものは全然受けてます。でただ あれですよね、結構込み入った質問とかあるじゃないですか、なんか今後の勉強方針とかね、なんかそういうふうな結構込み入った質問を受ける方とかだと、まあ、大体月1回オフィスアワーっていうのをやっています。これは1年コース2年コースは共通してます。希望者の方は、この1年月1のオフィスアワーという形で、まあ、来ていただいて、それでまあ具体的な、まあ、実際に例えばさっきの答案を返却してもらったやつをもうちょっと細かく聞きたいとか、もしくはまあ勉強方法を知りたいとか、今の進捗で正しいのか知りたいみたいなのについては、まあ、予約制にはなりますけれども、月1回、20分個別相談という形で、行っております。で大体2年コースの特徴っていうのは、まあ、そのように、まあ、こちらの方に戻りますけれども、とにかくしっかりと1年目で、基礎を固めていく、で論文をしっかり1年目に書けるように、
で1年目で書けるようになって、2年目ってとにかく問題をどん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 解いていって、もう論文合格を目指していくという、形になっていくということになります。でじゃあ担当対策はどうなんだっていうことになるんだけど、これは1年コースでも説明しますが、まあ、2年コースも1年コースも共通で、担当っていうのはなるべく論文書けるように確実になってから担当行った方がいいっていうふうに、私は思ってまして、そうなのでまずは論文を書けるように、まあ、やっぱりモチベーションも違いますからね、その方がね、というところです。であとは先ほどの絞り込みっていう発想からすると、これは1年コース2年コースも、まあ、講義は全て私のレジュメで行います。一応ねセブンサミットっていう教材が一応ありまして、少し参考までにということですが、まあ、ちょうど今行政法の講義をさっきやってたところだったので、まあ、こういうふうな、まあ、一般的なセブンサミットっていう市販教材がある、市販っていうかねレックの教材があって、まあ、大体民法が3冊憲法が2冊刑法が2冊みたいな感じで、まあ、これがドカーンとまあ大体何十冊っていうか何十冊もないですね、まあ、10冊から15冊ぐらいかな、っていう形で、まあ、そういう感じで本がボンとあって、実際にどんくらいですかね、大体10冊ぐらいですね、大体っていう形で、これがまあ教材としてあります。でこの教材自体はもちろんこれをやれれば司法試験受かるんです。予備試験も受かるんです。ただ、まあ、どの予備校でも同じですけど、こういう教材っていうのは特に充実はしてるんだけれども、これを全部覚えていく、もしくはこれを全部知っていくことって至難の技なんですよね。じゃあ何が必要かって、この中からで、なんでこれ全部必要かっていう、大は小を兼ねるで、これは司法試験まで使える教材なんですよね。だからこれ一冊とりあえずしっかりあれば、何かあった時調べ物ができるっていう教材で、じゃあ予備試験に受かるために、じゃあそれを全部頭の中に叩き込む必要があるかっていうと、それはやっぱり叩き込むっていうのは現実的ではない。じゃあどうするかというと、まあ、私の場合、ね、レジュメという形で、まあ、大体3点セットって形で、こちらは、例えば今、見られている方や来られている方で、まあ、現物とかも、あればとは思うんですが、まあ、講義メモ、チェックシート、事例問題集という形で3点セットで、やっていて、まあ、非常に薄くしてます、まあ、講義で行うものについては極端に薄い形にして、行っているという感じですね。まあ、その講義メモ、とかに関しても、おそらくはレジュメのサンプルみたいのがね、あればと思うんですが、まあ、一応これパンフレット使っちゃいますけれども、まあ、講義で覚えるべき、講義でまず使うのは基本的にはこの講義メモという形で、まあ、講義でやることを集約した、教材になります。でこちらは全部私の方が責任持って作ってまして、1回の講義でこのぐらいのものが大体もう1回の講義って3時間の講義ですけれども、大体もう10ページ前後ですね、多くても、ぐらいに集約してます。でこれに沿って講義していって、重要な事項をどんどん、書き足していったりとか、場合によっては、まあ、チェックを入れていくなりして、覚えるべきことをしっかりと、やっていくと、まあ、いう形で、まあ、講義を進めていく。でここで書かれていることっていうのは基本的には、全て、重要事項になりますから、淡々と流すというよりはそれについて結構深く掘り下げて説明していくっていう感じです。でそれによって必要なものであったりとか図とかも書き込んでいきながら、まあ、最終的にはその講義が再現されるようなノートになります。なので復習する際にはそれをバーッと見ていくことによって、その時の講義の再現をしていって、抜けているところをチェックしていく、復習していくという使い方が多い。で次にチェックシートで、これは覚えることをそのまんまっていうわけではないけれども、論文で問われるものをまとめてます。論文で問われるような問題意識と回答みたいな形で、まあ、そのまんま、試験で使う形になっています。でこちらは、まあ、例えば復習用とかで講義メモで講義のストーリーっていうのかね、それが頭の中に入ったら、その講義で受けたストーリーみたいなものを実際に覚えてるかどうかっていうのを再現していくという、ことになります。でその時やっぱり覚えるべきものっていうのをやっぱり用意してなければやっぱり覚えられないわけですね、ということになりますので、例えばちょうど民法とかのチェックシート今ちょうど ありますので、まあ、大体こういう感じですかね、まあ、同じようなものですけれども、まあ、覚えるべきものみたいな形でこういうふうな形で、あると。だからまあこっちを左を見て右が答えられる、左を見て右が答えられるみたいなものをやっています。でこれはだから通常の一問一答とは違います。これは論文で問われるものをやってるって感じだから、よくあるに要するに暗記科目でいうと左見て右を覚えてっていうよりは、左で書かれていることを考えて自分でこういうふうに答えられるように、その、まあ、いわゆるリーガルトレーニングっていうんですかね、その聞かれたことについて自分なりに理由付けと答えていくっていうような感じで、まあ、Q&A を自問自答していくっていうね、一問一答というよりは自問自答用教材っていう形の位置づけで、これがしっかりできるようになっていくだけで、もう論文の過去も解けます。論文の過去も解けます。実際にチェックシート1本で予備の過去問はほとんど網羅していますので、で実際今年出たものについても、極端な現場思考の問題以外については、まあ、ほぼ全ての科目ですね、もう全科目って言ってもいいかな、まあ、チェックシートの中でもう十分処理できるというだけの情報量にはなっています。
であとは事例問題集という形でやっぱり予備試験事例解けてなんぼっていうことになりますから、まあ、事例形式での問題というのをこういうふうにやっています。なので大体これ1年コース2年コース共通です、あの使うテキストは。ただ講義の進め方は違います。あの1年コースと2年コースは、2年コースの場合には1年目においてまあ論文の基礎をしっかり固めていって2年目で演習しまくるっていう講義になりますから、その講義メモやチェックシートの使い方もまずしっかりと理解をするということですね。まあ、理解をして論文基礎力養成討論っていう最初のインプットにスムーズに移行できるような形での講義ということになります。ですのでそこは違っているんですが、大体ちょっとまあ移すと講義メモとかだと大体ね、まあ、まだこれから学習を始める方とかだとこれ何のこっちゃみたいな感じのね、ものかもしれませんが、まあ、大体まあこういう形でまあ抑えるべきものっていうのをまとめているという感じですね。まとめていってそれをもとに講義をするで、チェックシートは先ほど示しましたし、事例問題集は実際にまあ事例ですね、こういうふうな事例になっているものをまあ実際に問題を使うという形ですね。これはまあ民法の場合事例問題集というのを使っています。まあ、こんな形ですね。はい、で大体こういう形でテキストは私の方で絞るということです。で、まあ、2年コースの本当に特徴はそこにありまして、一応レジュメもさっき言ったけど今ちょうど手元にあるんですが、大体あの薄さで言うとチェックシートとかだとこんなもんですね。なんか分かるかなという感じですけど、まあ、1センチないというか、まあ、これで民法1冊です。なのでさっきのセブンサミットってやつがドカンと、まあ、3冊セットになるとね、結構な量です。もう10センチぐらいになるものをとりあえずこういう形で集約していくので、まあ、例えば学習する際には講義メモについても大体同じぐらいの厚さなんですが、まあ、講義メモなんかはこれを復習する際、まあ、講義の中でしっかりと理解を深めて、パラパラパラっと見て、それで復習して講義を再現して、そして講義メモで再現したものをチェックシートの中でちゃんと自問自答できるかっていう、その反復ということはスタイルとして行っていくと、まあ、オリジナルのテキストということになりますので、こちらの方は一つの特徴になります。ということで、まあ、2年コースという形でね、特徴としてやっぱり言っておくと、やっぱり2年間しっかりかけて、確実に力をつけていく。で1年目は全部私がやりますから、2年間ね、2年間全部私がやりますから、2年目も見据えて1年目の問題を絞ってます。だから2年目に回すものについては、1年目ではあえて熱く扱わずに1年目のところで やるべきことに深くメリハリつけてやるということ。それからあとはその論文を書くってあたってはやっぱり指導がないとできませんから、添削指導、それから対面指導ですね、ゼミ形式での対面指導というものも取り入れていくと。でそれから、入門については土日祝日という形で、自分のスケジュールでやれるということと、オフィスアワーもありますのでっていうね、まあ、そうすると、まあ、言ってみれば結構至れり尽くせりな感じの、コースにはしています。でこちらは2年コースになります。で1年コースっていうのも一応あるんですよね。で1年合格コースというのはどういうコースかというと、こちらはあの例えばガイダンスごとで、あのもし本当にどっちか検討してるかなっていう方であれば、あの今回は1年コースと2年コースの違いっていうことで両方とも説明してるんですが、1年コースだけっていう専用ガイダンス、2年コースだけっていう専用ガイダンスも両方ありますので、もし詳しくね、あの1年コースの方を考えてる、2年コースの方を考えてる、もしくは、まあ、考えてるというかとりあえず話聞いてみたいなって方は、そっちのガイダンスもね聞いていただけるともっと深い話ができるかと思います。まあ、重複はしますけどね、結構ね重複はしますけれども、そこに特化します。で1年コースはこれはどういうコースかというと、もう1年間で予備試験に合格するためのコースです。ですから2年コースというのが法科大学院や予備試験を見据えている両構えのコースであるのに対して、予備試験の1年コースは予備試験しか考えてません。でしかも1年合格ということですから、これから学習を始めて2022年の5月開始の予備試験に最終合格する人のみが学習するというコースです。で実際にじゃあ1年で合格できるのかいなっていうね、問題はあるんですが、この1年合格コースって実はあの始まってから3年目なんです、今年でね。なんでじゃあこれまでなかったのかって言ったら、まあ、これは私 の1年コースっていう発想になっちゃうんですけど、責任持ってできないんです。だって予備試験始まって5年6年で予備試験1年で受かるなんて、そんな看板ぶち当てて、ね、受かるんですかって話ですよね。で実際にじゃあどうしてこれ今になって予備試験って合格コースっていうのが作れるかっていうと、それなりに分析が進んでるんですよね。だいたい予備試験がもう10年ですよ、予備試験始まって。で10年経っていけばどのぐらいの人が合格できるのか、であとは合格する人たちがどのぐらいの層なのか、であとは出題レベルがどういうものなのかっていうことはもう蓄積されてるわけですよ。そうするとじゃあその合格のために必要なのがどのぐらいの知識量で、どういうふうなところに特化していけばいいのかって、やっぱり我々プロですから予備校ってね、まあ、このレックだけに限らずね。ですからそうやって考えていけば、結局こういうふうなコースカリキュラム分析が進んだ以上は、まあ、1年間で合格をするということは現実的に可能で、現に合格してるたくさんいらっしゃるんですよね。もう
でそうするとやっぱりそのような1年合格というものは計画とあとはしっかりとしたカリキュラムと時間ですね、というのがあれば、まあ、できるだろうということでこういう講座設定をしています。でちょっと見ていくとですね、じゃあどういうところが特徴かというと、まあ、こちら1年合格コースの、ね特徴みたいなので、まあ、集約すればこうなるんですよ。まあ、自分で言うのもなんですが、私がやるっていうね、そういうことです。一応私自体が予備試験合格者であります、ということになりますので、実際に予備試験合格者がやっぱり教えることは私マストだと思ってるんですね。予備試験のコースを歌うからにはね、じゃないとね、あれですよね、免許持ってない人から車の運転されるようなもんですから、そこはだから少なくともこの予備試験を専用と歌うのであれば、やっぱり予備試験合格者である私がやるっていうことに意味があると。なんでかっていうと、どういうふうな学習方法があるのかとか、どういうところが予備試験で出るのかっていうことの分析というのはやっぱ徹底すべきというところです。なので、まあ、やはりこれも1年コースと2年コース共通なんですが、全科目全講座やります。ですから1年間のアウトプットインプットの7科目、そして実務基礎科目も含めて全ての講座を私が担当するというところに特徴があります。そしてカリキュラムについても、1年コースというのはさっきの2年コースと違っていきなり論文を書きます。要するに少しずつちゃんと論文を書けるようにしていくっていうのが、まあ2年コースの特徴なんです。双方向指導を使いながらステップアップをしながら論文を確実に解けるようにしていくっていうね、ことですが、1年合格の場合にはとにかく、論文が早く書けるようにならないと始まらないということになりますので、もうまずインプットがそもそも論文に特化してます。かなりその入門講座では予備試験に、だからさっきの話よりもっと絞っていて、予備試験の論文で問われるものを問われる形でインプットしていきます。だから実際にインプットの入門講座の中で1年コースの場合には具体的な事例問題を見てみたりとか、予備試験の過去問の出題履歴みたいなものもどんどんやっていきます、っていう形になります。で予備試験で問われる内容を試験で使える形です。で大体1ヶ月で、そうですね、1ヶ月なんですね。大体平均すると 1.5 ヶ月から2ヶ月の間で1科目が進んでいくと形です。だから4月に講座が開講して、だいたい12月にはインプットが終了する。だから9ヶ月で7科目ぐらいやるという進め方をしていきます。でなんでそこまで絞れるかっていうと、要は従来のなんか1年コースとかって呼ばれるもの、従来って言っちゃいけないけれどもね、ものっていうのは要するに2年間でやるものを無理やり圧縮するんですよね。で2年間で見るものを無理やり圧縮して、じゃあこれをじゃあたくさん見れば受かりますよっていうやつなんだけれども、大体はね。だけどそれじゃあ予備試験に特化してないし効率よくないんですよ。だから時間数はちゃんと確保するけれども、その中でやっぱり予備試験を受ける人たちにとって有益な内容だけをやるっていうことに意味があるということですね。でそれがまあカリキュラムで、特徴としてはちょっと順番変わっちゃいますけれども、まあ、このような感じになります。通学の場合ですと、まあ、インプットとしては、まあ、4月から始まって、まあ、12月までの間に、まあ、週3回です。これとにかくハードです。最初に言っときますけど、ハードではあるんですけれども、まあ、こういう形で、まあ、大体9ヶ月ぐらいの、間インプットという形で1年合格専用で、受けていきます。でここはちなみにあれです、1年合格専用入門講座になってますから、受ける人は全員1年合格目指している人が、Zoom でもそうですし、通学ですね、通学でもそうですし、もう予備試験の1年合格を目指す層しかいませんので、その中で、実際に、講義を進めていきます。でじゃあ実際講義を受けたらどうするかというと、やっぱり論文書いてなんぼってことになりますよね。で先ほどの2年コースだと論文基礎力養成等連だったんですが、こちら論文指導というものになります。どんな感じかというと、まあ、民法の学習が私一番最初なんですよ。で民法の学習が終わったら、こっちは2科目目の商法に入ります。でこの商法に並行する形で実際に民法の論文を、直接書いていくということになる。でこれはいきなり過去問になります。いきなり過去問やります。なぜかっていうと、過去問が解けなければね、もう敵がわからないわけですから、もういきなりわけわかんない状態でも、まあ、とりあえず見よう見まねで書いてみましょうっていう形で、もう論文の過去問を書いていく。でこれも書いたものについては、まあ、私の方で全部添削しますので、変な答案があったりとか、ちょっとなんかこんな答案ってなんか正しいのかわからないんで不安にならずにどんどん出してもらうと。で出してもらった場合のがザックバランにこういうふうに直しましょう、こういうふうに直しましょう。で一番いいのって、それが過去問が教材なんですよね。過去問が題材になっているから、実際に試験に近づく形にどんどん修正かけていくと、まあ、いうような形ですから、普通のなんかその辺の問題集使うとかではとか、答練の問題ではなくて、過去問を使って、まあ、いきなり問題を解く。で実際にカリキュラムと商法が終わると次民訴になるんですね。民事訴訟法になるんだけど、そうすると民事訴訟法をやりながら、こっちで、商法と、まあ、いう形で、まあ、論文が後ろからついてくるという形になります。でそうすると大体の場合、ここのところで答案の添削指導と、あとはこれ、まあ、毎週3時間取って、これは双方向指導になります。
論文指導という形で私の方でこの論文を徹底的に分析した形で双方向で、皆さんが答案を書いたものとか皆さんが答案で考えてきたところがちゃんと喋れるかどうかとかそれとかもしくは理解しているかどうかみたいなのを、まあ、双方向で行ってます。でこちらも先ほど2年コースの論基礎ゼミと同じで、まあ、Zoom を対応してますし、あとは Zoom で例えば聞かれたくないとか当てられたくないという方は聴講という制度もあったりしますが、基本的にはそのやっぱりやり取りを聞くってだけでも全然違うのよ。論文の答案ってやっぱそういうもんがあって、ただ読んで納得するっていうだと自分で書けないんで、書いてみて、まあ、言葉は良くないけどダメ出しされて、で自分の言葉で説明できるっていうことができて初めてやっぱりもう一回次に書いたら書けるようになるっていう、だからもう習うより慣れろなんですよね。で1年コースの場合にはそれを添削と論文指導で行っていくということですね。でそれがまあずっと続いていくわけですが、じゃあどうなるかというと、問題はでも気になる人いるんですね。過去問だけで受かるのかと、過去問なんてまだ10年なんでしょうと、受かるのかと、まあ、受かんないですよね。じゃあどういうことが必要かというと、やっぱり網羅性なんですよね。論文の問題っていうのはできるだけたくさんの問題を解いていくってことが必要になります。で実際これから論文書くにあたっては、実際に答案を書くっていうのと、その前の段階で答案構成っていうのがあるんですよ。実際にどういうふうな答案を書くのかなみたいなね、どういうふうに書くのかなみたいなことを構成していくという作業があります。例えばですが、これ一つの例ですけれども、まあ、刑事訴訟法という法律の、まあ、今日論文指導でやっていたところだったんですが、例えば、まあ、これ全然分かんなくていいですよね。まあ、大体事例問題でこういうふうな問題があって、まあ、こういった具体的な事例があってね、こういう事例をまあ実際解いていきましょうみたいな形でやるわけですね。でこういうのやりましょうみたいな感じで説問を解いていくんだけど、いきなり答案書くわけじゃないんですよ。答案を書く前の段階でこういうことを書こうみたいなラフスケッチみたいなのがあって、それが答案構成と言います。でこの答案構成っていうのは、まあ、大体今日論文指導とかで私が書いたやつなんだけれども、まあ、こういうふうな形で、まあ、この問題説問1はこんな感じだなとかね、説問2はどうなのかなみたいな形で、まあ、こういうふうな形で、実際書いていく。で実はたくさん問題解くにあたっては論文の書き方さえ分かっちゃえば、答案構成さえできれば論文までたどり着くのって結局は考えたこと書けばいいだけだからできるんですよ。でそうするとこの論文指導の中では答案まで作っていく、いいですね、いわゆる完成品ですわ、完成品としての答案まで作っていくんだけれども、その他の問題についてはできるだけたくさんの問題、それを答案構成までガンガンやっていこうという感じです。でこれがこちらなんですよ。合格答案作成講座というのがくっついてくる。でこれは大体こことリンクします。民法の論文指導をやっているときは民法の、合格答案作成講座、商法の論文指導をやっているときは大体商法の合格答案作成講座みたいな形になっている。そうするとどうなるかというと、まあ、通学の場合、Zoom の場合ですと民法の論文指導を受けている間はその民法の問題を、これ結構の量やります。1回の講義の中で大体1週間の講義、週2回なんだけど1週間の講義で20問近くやります。だから、民法であれば合計大体100問を超えるような内容ですかね。100問を超えるような内容を、たくさんの問題答案構成をしていく。でそれでもうどんな問題が出ても大丈夫っていう形で、まあ、網羅性を担保していくっていう内容があります。でそれが基本ローテーションしていきます。ちょっとぐちゃぐちゃしちゃってますけど、こういう感じで、まあ、ローテーションのように進んでいくと。で7科目しっかり回していく。でそうすると7科目終わる頃にはどうなってるかっていうと、全ての論文用のインプットが終わる。これが大体12月なんですけれども、論文用のインプットが終わり、論文の過去問は全て書かれている。自分で起案をして添削が返ってきていて、そして答案指導の中で具体的な答案が作れるようになっている。そしてこの合格答案作成講座で、まあ、論文式で通常の受験生が知っているであろう、論点もしくはそのような問題の解き方みたいなものは全て頭に入っているっていう状態になっています。そうすると書いている量も実際90問ぐらい書いてますから、いいですね。で答案構成だったら大体500問前後、もうちょっとあるのかな、500問から600問あります。そうするとそれだけの問題を、まあ、インプットに並行して進めていくっていうことになれば、まあ、論文受かるようになっているんですよ。でこれが1年コースの特徴なんです。もう1年目の時の段階で論文で受かっていくと。じゃあ担当どうするんだって話ですよね。で担当どうするんだって話なのは、担当ってのはその論文ができて初めて力がつくんです。結構これ勘違いしちゃう人がいて、担当があってそこから論文積み上げるっていうのは実はあまり正しくない。どうしてかというと、担当と論文の関係っていうのはどういう関係かっていうと、全部の範囲でいうと担当っていうのは大体広いんですよ。広く浅くなんですよ。で論文というのはその中から重要事項について深く聞かれるのね。ですると担当から入っていくと、結局担当の知識って拡散していって忘れちゃうわけですよね。
で忘れてしまっていくけどもやらなきゃいけない、全部やるわけです。でやってやった終わったと思って今度論文やっていくと、この論文自体の、ところやっていくのが担当忘れてっちゃうみたいな、で結局メリハリがつかないで最終的にはなんかいたちごっこみたいな、覚えては忘れ覚えては忘れみたいな、いたちごっこになってしまうというのがやっぱり担当の罠というかね、あのやばいところで、じゃあ論文から入るのはどうしてたかって言ったら、ここの部分を完璧にしたんですよ。まあ、要するに担当で問われるところの大体 30% から 40% がこの論文品質事項なんですね。でここについてその確実に論文で問われた場合には完答できるレベルになってるならば、あの担当式試験は間違いないです。ここはあとは何するかって言ったら、ここから拡散していくんですよ。ここから広げていくんですね。でそうすると当然のごとくこれと論文と関連性あるわけです、少なくとも少しは。だからこれとからどん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 広げていく形で知識を拡張していくと、まあ、いう勉強ですね。あの要はベクトルを逆にしちゃうとまずいです。広く浅くから深く狭く深くに集約しても結局はメリハリがつかなくなっちゃいますから、まず深く狭くを完璧にしてからそこから派生させる。でそこまでいっちゃえばもう全然あのここの担当知識のこの論文知識は忘れないですから、でできる限り一気に担当を仕上げていくっていうのが合格のポイントです。担当から論文ではなくて論文から担当ということで、ただ論文から担当っていうことをやってるけれども時間数としてはやっぱり過去問を全部詰めていく必要があります。やっぱりあの過去問から全体の 80% 近くが出題されている以上、この過去問を全部、まあ、内容を網羅していくっていう作業が必要になる。それがこのイメージ担当合格講座になります。担当合格講座というのが、まあ、こちらだと、まあ、通学だと11月12月ぐらいからなっていくのかな。この論文指導がインプットが終わるタイミングっていうイメージですね。もしくはインプットの終盤と並行する形で担当合格講座というのに切り替わっていきます。ですから、まあ、なんとなくのイメージですけれども、インプット講座がずっとこういう形で続くわけですね。インプット講座が続いていって、このインプット講座とちょうど切り替わるタイミングでちょうど担当対策が始まっていくと。でここでしっかり十分、論文がもう書けるようになってますから、合格答案作成講座がまあ一段落する、ところぐらいからもう担当をしっかり詰めていくと、まあ、いうような形の講義になっていきます。だからそうすると1年コースはやっぱりハードです。最初に言っておくと、1年コース自体は、インプット、まあ、縦に見ていくと分かる通り論文時期については週3回の、インプット講座、それから、答案を2通ですね、過去問の答案を2通で講義が1コマで、合格答案作成講座は週2回ということですから、全部フルに取ると週6コマですね、週6コマという形になりますから、まあ、とにかくしっかりとした時間を確保できる方というのがやっぱり一つになりますが、ただ例年見ていくと社会人の方とかでもフルに出られている方結構います。あの社会人の方で時間が取れなくても、例えば全部通学ではなくても、例えば土日とかで時間かけて、例えばこの合格答案作成講座なんかはちょっと見れないなっていう方は、例えば平日の月水とかはズームで見ていて、ズームで見て、で土曜日とかその土曜日とか日曜日みたいな時に週1回通学しているという方もいらっしゃいますし、そこら辺はなんか必ず通学しなければならないというわけではないとは思いますけれども、まあ、ただそれでもあのしっかりと、まあ、通学をして来られる方もいますし、先ほど申し上げた通り、まあ、週1回ぐらい通学なりズームなりで通われて、あとはあのウェブですね、あの休んだ講義については1年も2年もあの翌日からですね、翌日からあのその行った講義はウェブですぐ見れるようになってますから、あのそれでもウェブでちゃんと受講していくという方もいらっしゃいます。だからその代わりペースメーカーとしてしっかり機能していただければと思います。でそんな感じで、まあ、大体学習を進めていって担当対策になるとここが担当に切り替わっていくというそういうイメージになります。 で実際にですね、このポイントとなるところで大きいのはやっぱり環境なんですよね。まあ、これもう一に私っていうのがもうちょっとねどうなんだって話ですけど、まあ私がやりますっていうことと、私がやりますってこれ全部やりますってことですから、もう一貫ですっていうことです。それと、カリキュラムについてさっき言った論文予備試験特化型、での指導です。で実際に、あの必要なものはもう全然容赦することなくしっかりやっていくと。でそして環境ということになりますが、やっぱりこれはあの大きいと思います。予備試験1年合格でしかも通学ズームコースですから、あの例えば通信の1年合格っていうのは結局それを受けるっていうことに意味はあるんだけれども、じゃあ果たしてそれを、目標を共有できる人がどのぐらいいるのかっていう感じですよね。で1年合格コースの場合にはズームで入られてる場合にも、大体どういう方がズーム入ってる、まあ当然ズームで入るときには匿名で入ることになりますけれども、ただ受けてる受講生の方がいる、もしくは通学で来られてる場合には予備試験を来年受けようとしている人がいるっていう形で、ある程度目標意識が共有されています。で、かつ、モチベーションが維持できていること、それから
まあ、あれですね、論文指導とか公表とかでだいたい受講生の皆さんの学習状況とかって分かります。まあ、Zoom の方もそうですし、あとは通学で来られてる方も、まあ、今年も去年もそうですけど、だいたい来られてる方は全員の、だいたい当たり前なんですけど、当然なんで顔と名前一致してるのは当然として、どういうふうな学習状況なのかっていうのも基本的には1年コース、まあ、2年コースもそうですけれども、それは全て把握しています。なので、なんか分かんないところ、不安なところとかあったら遠慮なく聞いてくださいねっていう、まあ、そういうところはモチベーションですね。だからやっぱり孤独な戦いにならないようにしてほしいんです、予備試験って。やっぱりどこまで続くか分からないっていう試験のように見えてしまっているので、合格目標年度を決める、目標年度を決めたら、それに向かって進む、進むからには信頼できる環境を取る、信頼できる環境に置く。でそのためにまあ必要な、講座として、一応1年コース、これはもう本当に結構練りに練った、カリキュラムになっていますので、興味のある方はぜひ、まあ、見ていただければ。で入門講座については基本的にはレジュメについては先ほど触れたように3点セット、講義メモ、チェックシート、事例問題集を使いますけれども、まあ、2年コースと1年コースとの違いっていうのはやっぱり講義の内容に差は分けています。1年に特化するという、ね、形になっています。であとは論文指導についても、まあ、全90通の、論文指導がついてますよと。で、まあ、直接添削っていうのもオプションでありますということですね。まあ、この辺のところは詳しくはまた講座の案内ということになると思いますので、だいたい今私が、説明したあたりが、まあ、1年コースと2年コースの違いということになります。で、まあ、まだね、具体的にどういうふうな、コースなのかを知りたいという形であれば、各コースごとにですね、1年コースの専用の説明会、それから2年コースの専用説明会というのがありますので、そちらの方ではその2年コースを検討している、もしくは、まあ、講座の検討じゃなくても2年間かけて予備試験合格したいという方に向けた内容で、1年コースの説明会であれば、まあ、1年コースを検討している方、または1年間で予備試験合格するためにどういうふうな学習スタイルがいいのかということに特化した内容になりますので、まあ、今日の内容とはどうしても重複します。どうしてもね、これは比較になりますから。だけどもその辺もし、あとは講座の概要とかね、詳しいことを、まあ、ちょっと聞きたいな、興味あるなっていう方はぜひ、そちらの方に来ていただけるとありがたいかなというふうに思います。で一応、まあ、まとめということになりますが、まあ、とにかく法科大学院予備試験ルート、まあ、今は、ね、法科大学院には放送コースってありますけれども、やっぱり予備試験のまだ強さっていうのはいくらでもあります。まあ、予備試験、法科大学 もちろんそうですけれども、予備試験を受けないというデメリットはないです、正直なところ。例えば法科大学院を目指している方も、じゃあ私は法科大学院だから予備試験を目指せないということは基本的にはないと思ってます。なぜかというと、さっきも最初に言いましたけれども、法科大学院の上位で受かっている、司法試験に受かっている人たちですね、一発で受かっているような人たちは予備試験にギリギリ受からなかったから法科大学院にいるという層が多いです。でだから入ったからいいやってなっている人がやっぱり合格ですね、最終合格に近づかないっていうのは、それはやっぱりできる限り早い段階で目標設定してるから受かるんですよ。だから法科大学院行ったから始めようっていうよりは、法科大学院行く前に受かったらもう司法試験受けちゃおうっていう、じゃあ予備試験目指そうっていう人、その人たちがどん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 先から先へと抜けていきますから、そこにどういうふうに自分を置いていくか、ということが必要になります。で、で現実にその学習年度を決めて計画を立てて適切な環境で動くっていうことができれば、予備試験もその実際になんか雲をつかむような試験ではないということはね、私が今日まあできるだけ伝えたかったことということになります。でどうしても学習の時間とか、そういうどのぐらいの時間が取れるかっていうのも不安な方もいるとは思いますが、まあ、1年コースだったら相当な時間使います。これはもうできる限り時間取った方がいいですって言います。だって1年で受かってほしいわけですから、ね、で皆さんも1年受かりたいわけですから、それならばできる限り頑張ろうっていうことになりますが、じゃあ2年コースっていう発想でいくと、だいたい箇所分時間は週10時間ぐらいなのかなと思ってます。これは講義の時間ちょっと除いてになってしまいますね、講義の時間で除いてになりますが、だから平日だったら1日2時間ぐらいの学習時間で、これは隙間時間も含めてでいいです。空いてる時間でなんかね、ちょろ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 本を読むような時間でもいいですが、そのぐらいの時間が確保できているのであれば、まあ、復習方法さえ間違えなければね、でこれは詳しくは質問であったりとかで、学習方法とかについても、まあまあ、いろいろ説明することはできますが、大体そのぐらいの時間をできるんだったら十分、社会人の方とかであれば平均的にそのぐらいの時間で2年間というのは現実的かなと、まあ、直前は別に、直前はものすごいやるってことになるけれども、日頃の平時の学習時間としてはそのぐらい、週10時間、まあ、できるんだったら週15時間ぐらいの学習時間、があれば、まあ、万全ですが、
まあ、平均すると大体週10時間前後ですかね、1日 1,2 時間、時間があるときちょっと頑張ろうみたいな感じの、学習時間の方が多いかなと思います。まあ、そこは人それぞれですが、学習時間取れないからっていうふうに、まあ、心配するぐらいだったら、その自分の持ってる学習時間の中でどれだけ頑張ろうかっていうね、効率性を追求した方がいいと思いますので、まあ、その辺も含めて何かわからないことありましたら、まあ、個別で、まあ、そういうふうなお話というのをさせていただければと思います。はい。で、ということで、まあ、ちょっと時間の方になりましたかね。まあ、大体このぐらいにさせていただきますが、この予備試験の、まあ、1年コース2年コースの比較ということで、私の方からは以上となります。まあ、せっかく予備試験目指す、そういう、まあ、気持ち、もしくは司法試験も、ごめんなさい、法科大学院司法試験も目指していくということであれば、まあ、できるだけ早く、スタートしていくということはね、これは冗談抜きでもう1年に1回しかない試験になりますから、まあ、できるだけ早く、モチベーションを高いうちに、学習スタートしていけるように頑張っていただければと思います。ではそしたら、今度は事務局の方からとありますので、では私の方からは以上となりますので、これから頑張って、行っていただければと思います。